平野の使神宮寺ゆうた新たな舞台へあれ、飛べ合流の衝撃。近頃、元キング・アンドスの平野紫耀と神宮寺ゆうたが、滝沢秀明氏が設立した新会社、飛べ、公式 YouTube の生配信に登場し、同社に合流することを発表しました。この発表は YouTube の生配信が同時視聴100万人を超え、 二人がファンクラブと SNS の解説を発表した後に行われました。その後のインスタライブも50番人超の視聴者数を記録し大きな反響を呼びました。これについて女性指揮者は次のように語っています。 生配信でもスクショタイムを儲け画像の拡散を許可していたことから伺えるようにネットに消極的だったジャニーズとは違い飛べ介入後はネット重視で活動していくでしょう。SNS を通じてファンとの直接的な交流を行い、音楽活動も主に配信で行うことが予想され、今後のコンサートでも撮影が許可されるかもしれません。 平野氏洋と神宮寺ゆ太の前に、同じく元ジャニーズ所属の三宅健が飛べの YouTube チャンネルで合流を発表しており、今後も、やめじゃに、から飛べへの参加が見込まれています。5月2日に退所した、三宅5月22日に退所した平野と神宮寺とジャニーズをやめた順に発表しています。 生配信では14日に新たな仲間たちと生配信する予定と話していましたが、この流れだと、次は5月25日に退場したインパクトオーズオーダー間違いないと思います。都前での女性指揮者が説明します。また、戸ベに参加する可能性が高いとされている次のグループについても考察します。 8月いっぱいで退場するキスマイの北山博光9月末に退場が決まっている元金プリの岸優太も合流の可能性は高そうですし滝沢氏がジャニーズ時代にプロデュースしたスノーマンやシクストーンズモッダーこの流れが及ぶかが注目されます。都前での女性指揮者は指摘しています。やめジャニーとしてすでに多くのファンを持つ戸辺に新たなタレントが加われば 飛べが芸能界で一大勢力になる可能性は十分にありそうです。平野紫耀と神宮寺勇太の飛べ合流発表は多くのファンにとって大きな驚きと期待をもたらしました。彼らがネットを重視し、SNS を通じてファンとの直接的な交流を行うことを示唆しており、今後の音楽活動やコンサートでもファンとの距離を縮めることに力を入れるでしょう。 また、三宅県の戸辺参加をはじめ、他の、やめじゃに、メンバーも戸辺に合流する可能性が高いことが明らかになっています。特に、北山博光や、岸優太などの有力候補が挙げられており、戸辺がますます芸能界での影響力を高めることが期待されます。戸辺の今後の展望については、ファンや芸能業界全体にとって注目すべきものとなりそうです。 彼らが新たなタレントと共にどのような活動を展開し、どれだけの成功を収めるか、今後の動向に期待が高まります。